国家塾の久保でございます。今日はね、立憲民主党から須藤元気さん、元格闘家のですね、須藤元気さんが、離党したということで、で、無所属でこれから議員活動を続けるという、これね、なんかあんまり目立たないニュースだと思うんですけども、かなりね、大きな出来事なんですよ。その内容一つはですね、これは N 国党の立花孝志さんの解説がものすごく分かりやすかったんですけども、この方ね、ギリギリで、立憲民主党の支持を得て当選してるわけなんですよね。でもその立憲民主党のおかげで議員になれたのに、そこを離れるということで、党首としてもかなりね、複雑な思いがするのと、あと有権者さんね、だから比例代表で投票した方が、その立憲民主党に投票した人が、どう思うかなってこともあります。ただね、これ、須藤元気さんもそういうことを、十分ご存知の上で、1年にも満たずに離党するわけですから、並々ならぬね、決意と、どうしても我慢できないことがあったんでしょう。そういうことが今回の記事に書いております。察するにですね、党首の、本当にね、枝野さん、ちょっとね、ちんたらしすぎなんですよね、私から見ても。で、確かに民主党が ああいう形になって、立憲民主党と国民主党に分かれたときに、立憲民主党をね、枝野さんが率いたその功績、政治的功績は大きいと思います。それはね、民主党が成り物入りで政権を与党に変えたとき、自民党を野党に押し合ったときに、国民の期待をものすごく高まったわけなんですよ。ところがですね、その政策を実現する力がなかったんですよね、何もかも。ですんで、非常に批判が大きくって、しかも東日本大震災につながる原発事故も起きた。で、はっきり言って民主党は、政権を失いました。これはね、誰かが奪ったものではなくって失ったんですよ、与党が。よく言われることなんですけども、政権与党というのは、政権っていうのはね、野党が奪うものではなくて与党が失うものだっていうふうに言う言い方もあるんですけど、まさにそれが顕著な例でしたね。それだけではね、なくて、実はこの時はね、民主党に多くの有権者が信頼を失っただけならまだしも、政治に対してももうね、興味を失ってしまったっていうダメージを与えた、事件だったわけなんですよ。その民主党の解散によって2つに、立憲民主党と国民民主党に分かれたっていうのは。で、立憲民主党は枝野さんね、その時官房長官降りてすぐだったんですけども、かなり気骨でですね、民主党が失わせた政治への不信を、そのね、罪の十字架も背負って立憲民主党っていうのは立っていくんだと。私たちは民主党じゃないから関係ありませんではなくて、民主党のある意味ね、罪すら背負ってやっていく政党にするんだってことで、ものすごくね、政治的功績は強かったと思うんですけども、ただその力っていうのはそんなに長く続かずに、今は野党第一党というよりも、そんな政党まだあったのみたいな感じで、本当にね、罪に追えられた状態になってますし、野党共闘ってのも一番邪魔してるのは、私から見るとね、立憲民主党なんですよ。正確に言うと立憲民主党の枝野さん一人なんですよ。この人が、枝野さんがいなければ立憲民主党はもっともっと強くなるはずなんですよね。私から見えてる部分がね、よくないのかもしれませんけど、私はそういうふうな評価をして、で、その評価の上で、この須藤元気さんの記事を見ると、須藤元気さんも党首に我慢ができなくなったのかなっていうふうに感じるんですよね。で、消費税の減税。山本太郎さんは消費税廃止って言ってますけども、とりあえずは 5% 減税しようみたいなことで、野党がね、横一線に並ぼうかって時に、やっぱりね、枝野さんが、頑固なんですよね。で、しかも、頑固なだけならまだしもね、この消費税 5% から減税っていう流れは、当たり前のことなんですよ。こんなんね、自民党が邪魔してるだけで、もう自民党以外の日本人っていうのは、政府消費税がゼロにがいいに決まってるわけなんですよね。消費税 10% の意味がないんですよ。で、しかも不景気の時に、デフレの時に消費税上げてるわけですよね。もう何もかもちんぷんかんぷんなんですよ。プラスですね、財源論があります。消費税を上げていかないと、長期的な社会保障ができないでしょって言いますけども、消費税の 10% でできるんですかってことなんですよ。できないですよ。消費税を 30% なり 40% に上げていくんだったらまだしもですけども、
国民生活を守ろうと思ったら消費税を上げるとどういうことかっていうと、消費税があることによって国民生活が破壊されるっていうね、そういうポイントが 10% にもう来てるわけなんですよ。はっきり言って 8% の時もそうだったと思うんですよ。景気がいい時に景気の過熱を抑えるために、まあ増税するならまだしもですけどもね、もうほんとちんぷんかんぷんなんですよ、この消費税ってのは。今やることではないんですよね。プラス財源論のもう一つなんですけども、この MMT 理論ですよね。貨幣、信用貨幣ですよ、これは。やっぱり日本っていうのは自分たちで通貨を作れるんで、それがインフレにならない限り、インフレ率 2% を超えない範囲、そしてモラルを壊さない範囲ね、これは自民党の西田議員が言われていることですけども、モラルですよ、だからね、国債を切りまくって、まあ、財政を維持するっていうのは今日本ではできるんですよ。通貨発行ができるんで、で日銀も上限を取っ払ったわけじゃないですか。いくらでももう金するぜって言ってるわけですよ。だから国債をすりまくって日本人から税収をね当てにせずに、もう本当無税国家とか作れるわけですよ。無税国家で、なんですかね、ベーシックインカム、これ可能なんですよ。ただそうなるとモラルの問題があるんですよね。誰一人働かなくなると何が起きるかっていうと、下水道を動かす人もいない、電気を通す人もいない、食品を作る人もいない、トラックの運転手もいないってことになると、それこそね、みんなは手元にお金が毎月入ってくるけども、でも商売がどこでも成り立っていない、経済的活動がないとお金を持っていても何も買えないってことになって、これがだから少ない食料とか物品に対してインフレが起きるっていう状態なんですよね。まあですんで、言い方悪いですけども、誰かがお金のために強制的に働く時間っていうのを持っていただかないと、世の中の生産って止まるんですよね。だからこれがモラルの話なんですよ。まあですんで、あまりにもお金をすりすぎると、働く人がいなくなるから、まあやっぱりね、社会に供給が止まんないように、需要と供給のバランスが取れる範囲で、お金っていうのは吸っていかないといけないってことでね。MOT は基本的にいいんですけども、でも無制限にお金をすれば OK っていうことではないってこともね、やっぱりこう、慎重に検討していかないといけないですし、その辺は山本太郎さんとかね、西田昌司さんってのすごくご存知で、多分ね、そういうところにも、この須藤元気さん、ね、宇宙人に会ったという人ですけどね、この人も。須藤元気さんも、山本太郎さんへのね、魅力をものすごく感じてるんじゃないかなと思うんですよ。で、自分が立憲民主党で、当選したことをなんか悔いてるんじゃないかなと、ちょっと前でね、令和新選組ってものがあるんだったら令和新選組の公認で当選したと思いますよね。まあということでね、いろいろと私の浅はかな考えも込みでお話しましたけども、須藤元気さんね、この写真本当になんか悲壮感あふれる写真を切り取ったものだと思いますけども、本当にこういうふうな気持ちで須藤元気さんね、いるんじゃないかなと思います。これからね、やっぱ苦しい道のりになると思いますけども、他のね、令和新選組とか入れないそうなんですよ。まあ、ですんで、なんかの会派で、なんかね、やっていくとは思うんですけども、そういう茨の道を歩むことを覚悟してまで立憲民主党をね、離れたかったという、立憲民主党はね、かなり国民からも、それから民主党の内部の人からも魅力を失ってる政党なんだなというふうに感じました。はい、今日は以上ですね。ありがとうございます。